1980年の広島東洋カープでは、1980年の広島東洋カープにおける動向をまとめる。このシーズンの広島東洋カープは、小畑武監督の6年目のシーズンであり、2年連続3度目のリーグ優勝と2年連続2度目の日本一に輝いたシーズンである。二年連続の優勝日本一を狙うチームは、前年対談したエイドリアン・ギャレットに代わる。 新外国人としてマイク・デュプリーを獲得し、山本浩二やジム・ライトルと共に強力な外野人を形成。投手陣ではエース・ AS、池ヶ谷幸二郎を筆頭に、北別府学部や山根和夫、福祉継承などが先発陣の軸となり、さらに中継ぎ抑えには王の豊と江夏豊が控えるなど充実。打撃陣は山本やライトル、絹笠義雄。 水谷実王など主力打者が円熟期を迎えるなど、開幕前から V2 の呼び声が高かったチームは4月を10勝4敗と勝ち越し、開幕ダッシュに成功。5月初めまではヤクルトとの首位争いが続いたが、そのヤクルトに直接対決で大きく勝ち越すなどして、夏場以降はゲーム差を広げていき、9月まで毎月のように勝ち越した。終盤は負けが込んだものの、 10月17日に2位ヤクルトが敗戦したこともあり、球団初の連覇を達成。日本シリーズでは2年連続で、西本幸雄監督率いる近鉄との対戦となり、最終戦までもつれ込んだが、広島での第7戦に勝って2年連続の日本一となり、地元で小葉監督が胴上げされた。投手陣は、抑えの江夏が2年連続で最優秀球演に、輝き、北別府、 池谷なども例年通りの活躍を見せた。打撃陣も山本が44本塁打と112、打点で二冠王に輝いただけでなく、MVP も受賞。さらに、高橋義彦が2年連続で、通るように輝くなど、投打共に充実した1年となった。ありがとうございます。